こんにちは。武蔵野シティニュースの松岡美由紀です。じめじめとした季節ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、武蔵野市の市政の動きをお伝えする武蔵野シティニュース、今回は令和4年10月に国登録有形文化財に登録され、現在その保存と利活用について検討が進められている旧赤星鉄馬邸について取り上げます。また、市の友好都市、新潟県長岡市小国町で行われた親子稲作体験の模様と、市内の中高生世代による第6期長期計画調整計画の策定に向けての意見交換会の模様も合わせてご紹介します。どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それでは最初の話題です。市は令和3年に建物の寄贈を受けた国登録有形文化財旧赤星鉄馬邸の保存や利活用についての検討を進めるため、昨年から有識者会議や市民ワークショップなどを開催、今後そこでの意見をもとにした社会実験も予定しています。今回は資産活用課の平塚司さんに、この建物の概要や保存と利活用検討の取り組みについてお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この旧赤星鉄馬邸は昨年の秋に国登録有形文化財に指定されたということなんですが、どのような歴史を持つ建物なんでしょうか。はい、旧赤星鉄馬邸は大正から昭和にかけて活躍した実業家赤星鉄馬氏の邸宅として昭和9年に完成しました。その際に設計を依頼したのが建築家のアントニン・レーモンド氏です。レーモンドは近代建築の巨匠で、帝国ホテルの建設を手掛けたことで知られるフランク・ロイド・ライトの助手を務めた建築家で、自然と風土を生かした実用的な建築デザインで知られています。そのレーモンドの設計で建てられた旧赤星邸は、鉄筋コンクリート造りの曲線を取り入れた近代モダニズム建築の特色を色濃く残す貴重な建物で、その南側には樹木と芝生の緑豊かな庭が広がっています。はい、とってもモダンなデザインで、ね、当時としてはかなり珍しいかったんじゃないでしょうかね。はい、そうですね。で、その旧赤星鉄馬邸が市に寄贈されることになったのはどのような経緯からなんでしょうか。はい、昭和9年に完成した旧赤星鉄馬邸ですが、太平洋戦争が終結した昭和20年代に GHQ に接収されてしまいます。その後、昭和31年にナミュールノートルダム修道女会が取得し、シスターの養成施設として長らく使用されてきました。ところが近年シスターの希望者が減少していたことから、養成施設の閉鎖が決定し、民間への売却が検討されていたそうです。市はこの貴重な建物と緑豊かな環境を残せないかと修道女会と交渉を進め、令和3年2月に市に建物を寄贈いただき、その翌年の令和4年10月には国登録有形文化財への登録も実現しました。はい、今回この旧赤星鉄馬邸の内部やお庭の様子を資産活用課の堀込主事にリポートしてもらいましたので、 VTR ご覧ください。吉祥寺本町4丁目五日市街道を挟んで成蹊大学の南側に広がる閑静な住宅街の一角に旧赤星鉄馬邸があります。塀に囲まれた敷地はおよそ4500平方メートル。邸宅は鉄筋コンクリート造りの地上2階、地下1階建てで、邸宅の南側には中央に芝生を配した庭が広がっています。この邸宅の魅力は、華美な装飾を取り払い、曲線を強調したモダンなデザインにあります。特にこちらの玄関には、そうしたレーモンド建築の特徴がよく表れています。それでは早速中に入ってみましょう。大きくせり出し水平線を強調した庇が特徴的な玄関、中に入ると内側には玄関ホールが広がっています。さらに玄関ホールからは
2階へと続く周り階段が。階段の途中にも縦長のスリット窓が設けられています。綺麗な曲線を描く階段室はコンクリート造形の可能性を追求した建物として文化庁からも評価されています。曲線が外観にも現れているのは当時としては画期的な技巧だったそうです。続いては居間と食堂。広さは全部で36畳あり、庭に面した南側は一面すべて窓になっています。南側の窓からは広い庭を眺めることができます。日当たりが良く、とても開放的な空間です。庭と食堂の先には日本間や子供部屋、蔵や厨房、浴室などがあります。それでは次に2階をご案内しましょう。2階には主寝室や書斎、子供部屋などがあります。こちらの書斎は赤星哲磨氏のプライベートスペースでした。書斎には飾り棚が設けられており、その奥には明かり取りのための丸窓がしつらえられています。小さな丸窓が規則正しく並んでいる斬新なデザインはレーモンド建築の表現の一つでもあります。それぞれの部屋にしつらえられた作り付けの家具はレーモンドの妻でインテリアデザイナーのノエミ・レーモンドによってデザインされたもの。木材は赤星哲磨氏がアメリカから取り寄せた赤セコイアが使用されており、その深みのある色合いとともにデザインのユニークさも目を引きます。最後に赤星邸のもう一つの見どころである庭をご紹介します。こちらの庭の中央にはご覧のように広い芝生があり、その周囲には桜や欅といった樹木が植えられています。また邸宅ベランダ側には藤棚もあり、これらの樹木のうち32本は市が指定した保存樹木となっています。はい、建物のユニークさもさることながら、お庭もまたね、はい、広くて素敵な空間ですよね。はい、そうなんです。はい、この旧赤星哲磨邸の保存と利活用について、市では現在どのような取り組みを進めているんでしょうか。はい、市では令和3年に建物を取得した後、令和4年度から専門家と職員で構成された有識者会議を開催し、意見の聴取や助言などをいただいています。この会議は今年12月まで全7回開催する予定で、市民の皆さんに傍聴していただくこともできます。また今年1月からは市民ワークショップも開催しています。このワークショップでは先ほどの有識者会議と連携を図りながら、参加者の皆さんに旧赤星邸の保存と利活用のアイデアを考えていただいています。ワークショップは全4回開催され、7月に4回目が行われますが、こちらも傍聴可能ですので、興味のある方はぜひご来場いただければと思います。はい、建物だけでなくお庭もあるので、いろいろな活用の仕方が考えられそうですが、市民ワークショップはどのように進められているんでしょうか。はい、全4回のうちこれまで3回のワークショップを実施しました。第1回では旧赤星邸を知るということで、現地見学を行った上で感想や期待することなどを話し合いました。第2回では旧赤星邸の利活用で大切にしたいことについて意見交換をしました。そして第3回と次回の第4回を通して、その大切にしたいことについて具体的な利活用アイデアを検討します。また今後これらのワークショップで出された意見やアイデアをもとに社会実験を行う予定です。社会実験ではいくつかの利活用案を実際に企画運営し、旧赤星邸の利活用や運営手法を検証していく予定です。社会実験についての詳細は7月15日号の紙報でお知らせします。はい、そんなふうに段階を踏みながら具体的な利活用の方法や運営手段を探っていくということなんですね。はい、この社会実験や市民ワークショップ以外で、今後市民の皆さんへの情報発信や意見収集を行う予定はありますか。はい、実はこの5月に旧赤星邸の一般公開を行い、7日間で5000人の方にお越しいただきました。
今年の秋ごろにもこのような期間限定の一般公開を開催し、より多くの方に旧赤星邸の魅力を発信していく予定です。また直近では6月と7月に出張型の展示説明会を開催する予定で、こちらでは旧赤星邸に関するパネル展示とともに、その利活用についての意見の聞き取りやシール投票などを行います。なお、旧赤星邸の保存や利活用についてはウェブサイトのアンケートフォームからも常時意見を募集していますので、ぜひ多くのご意見やアイデアをお寄せいただければと思います。はい、旧赤星邸がより良い形で保存・利活用されるために、ぜひたくさんの皆さんからご意見をお寄せいただきたいですね。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。旧赤星鉄馬邸の利活用に関する詳細は司法6月15日号に掲載されています。お問い合わせは資産活用課までどうぞ。続いての話題です。5月13日と14日、市の友好都市、新潟県長岡市小国町で、親子稲作体験が行われました。市では、友好都市である新潟県長岡市との交流の一環として、市内の親子が長岡市小国町を訪れて、お米作りを体験する事業を、春と秋の年2回実施しています。今回は5組16名の親子が参加。参加者の大半が田植えを行うのは初めてとのこと。現地では田んぼの管理などを担うチーム小国の皆さんから植え方のコツを教わります。泥に足を取られながら慎重に作業を進める参加者の皆さんです。翌日には小国町の伝統工芸品である小国和紙の工房で紙すき体験と小あんどん作りも行われました。小国町の豊かな自然の中、その恵みを感じながら参加者の皆さんはゆったりとした時間を過ごしました。それでは次の話題です。5月28日、武蔵野エコリゾートで市内の中高生世代による第6期長期計画調整計画の策定に向けての意見交換会が行われました。市では令和6年度から始まる第6期長期計画調整計画の策定に向けて、市民の声を計画に反映させるさまざまな取り組みを行っていますが、今回の意見交換会はあなたが住みたい、推したい、武蔵野市ってどんな街をテーマに、市政に参加する機会の少ない中高生世代から幅広い意見を集めるために開催されたものです。まずは数名ずつに分かれてのグループトークからスタート。この街について普段から感じていることなどを自由に話します。武蔵野市ではこの4月、子どもの権利が尊重される街を作ることを目的とした武蔵野市子どもの権利条例を制定。条例では子どもが市の街づくりに参加できることや意見を表明しやすい環境を整えるよう努めることなどが定められています。条例制定後の最初の取り組みとなったこの日の意見交換会には27名の中高生世代が参加。グループトークの後にはそれぞれの意見に対してフィードバックも行われました。いかがでしたでしょうか、今回の武蔵野シティニュース。次回もどうぞお楽しみに。